ねえねえ、私あなたとお揃いのものが欲しいんだよね。ネックレスでもアクセサリーでも服でも何でもいいからさ。お揃いのものだったらアクセサリーとか服なんかじゃなくて俺とお揃いの名字になればいいじゃん。どうもシューレジェンドです。あ、盛大な拍手ありがとうございます。閲覧者の皆さんも盛大な拍手ありがとうございます。あ、これで僕のね今日の仕事の9割は終わりましたよ。ありがとうございますね。それでいきましょう。ときめきよ君に。まずは、ああそろそろ流星群流れるかな。そろそろなんだけどな。あ、見えた見えた。お、すごい、めっちゃ流れてるめっちゃ流れてる。ねえねえ、見えた見えた。あ、ごめん見逃しちゃった。え、なんでよ、もうどこ見てたのよ。ずっと君の横顔。配信見てる皆さんね、大丈夫ですか？周りに家族とかいないですか？あの、イヤホン推奨ですよ。え、今のどういうことって絶対聞かれますからね。よろしくお願いします。ねえねえ、なんだか疲れた顔してるよ。睡眠不足なんじゃないの？違うよ、君不足だよ。僕のネタの振りとか落ちとかないんで、好きな時に笑っていただければと思います、はい、さあ、続いていきましょう。あー、映画の鬼滅の刃めちゃくちゃ良かったね。煉獄さんかっこよかったな。本当だな、煉獄さんめちゃくちゃかっこよかったな。僕も柱になりたいな。え、何の柱？君と家庭を築いてその大黒柱になりたいみたいなプロポーズね。あ、拍手ありがとうございます。ホットペッパーよりお前の方がビューティーだよ。ね、これあるあるネタですよね。皆さん共感の嵐がすごいですけども。さあ続いていきましょうか。ねえねえ、ジュン君って iPhone？ うんうん、I love you。本当自分でも意味が分かんないですね。ただただときめきますけども。じゃあ最後こちらでいきましょう。ねえねえ、明日は何してるの？君のこと考えてる。以上、シューレジェンドでした。どうもありがとうございました。